子育て奮闘記、何かあげるとしたら何かありますか？もうそ本当にこれ大変だったっていう。自分の活動が本格的になってきたんですけども、小さい子育てながらですので家族の協力がまあ必要なんですが、娘が朝起きた時に、私がその駅に行っちゃってるんで、活動しに パートナーが着替えをしたりご飯をしたり 保育園にすゆっごくりい。身支度をすごしいてくね。れてるんですけど、その間に私が帰宅するようにして、保育園に送りに行くのは自分の役目っていうことで、それをちょっと1週間2週間ぐらい続けてきた時に夜泣きが復発しまして、夜中の2時3時とかっていうことがありまして、ちょっとその翌日は朝の活動を控えなるて、ほど。はい、娘と一緒にいる時間を取って、ちょっと週末もちょっとたっぷり過ごして、そうするとまた夜ぐっすりどうで寝すてくか、れたりしそうたでんすですけれか。ども、自分の活動を全うしたい、きちんとこなしたいっていう気持ちはあるんですけれども、家族に負担がかからないようにとも思うので、その娘に寂しい思いさせてるなとか、こんな母じゃダメだなとかっていう、このバランスが思い悩みながら、はい、活動してます。パートナーと2人で子育てをこうやって、また生活もやっていくっていうことをこう実践をね、こうしてるっていう、そんな感じがまして、これからもそれは頑張ってほしいですそうですね。ね。私なんかは一人親ですとか介護を抱えてるとかそういうことでもないので、まだ恵まれてる方なんだと思うんですけれども、それでもやはりここまで来るのに大変な思いをしてるので、本当に子育て介護は社会でするものって日本はずっと言ってきてるんですけれども、なかなかそうなっていない現実があるなっていうのは感じています。